今週の西田ビジョン、今週はですね、このオリンピックの総括をしたいと思います。昨日ですね、このオリンピック、17日間の、会期を、無事終えて閉幕をしたわけでありますが、今回日本はですね、史上最高のメダルを獲得したということで、選手の皆さん方の、大活躍に、心から、敬意と感謝を申し上げたいと思います。そして一方でですね、無観客でありましたから、なかなかその、感動、共に同じ場所で、共有することはできなかったんですけれども、このテレビやネットを通じてですね、今までとは違うこの観戦の仕方が、一つの新しい形になってきたんじゃないかと思います。特に、これは日本だけではなくて、当然世界中に、同時に配信されているわけであります。世界中の国でですね、コロナが蔓延していているわけですけれども、そんな中で、アスリートが大活躍をしたと。そしてその活躍が全世界に配信されてですね、共感を共有できたわけであります。今回のコロナ禍でのですね、オリンピック開催は、この無謀なやり方だったんだと。で、そもそも復興五輪と言ったのにその意味がないじゃないかとかですね、朝日毎日系の新聞などはですね、そういうことを盛んに論評し、そしてですね、分断を作った五輪だったと、オリンピックだったということを言ってるんですけれども、そもそも分断を指しているのはそういうマスコミの方々なんですね。そこをぜひ、捉え違いをしてもらいたくないと思いますね。あなた方が分断を作っていってるわけですよ。そしてですね、この分断の背景にあるのはですね、これまさに、政局と非常に、くっついてるわけですね。つまり、もともとこの日本の国ではですね、東西冷戦が終わってから後ですね、東西冷戦までの間はですね、いわゆる、革新系と保守系、という形の対立、アメリカ対ソビエトの対立、その延長線上で日本もあったと。で、ところがその後はですね、アメリカ一極集中で、その中で新自由主義的な経済思想もですね、あちこちで適用され、その結果ですね、富める者と貧しき者、貧富の格差が拡大してきてしまう。そんな中で自民党がゲアをするという事態になったわけですね。ところがゲアをして、3年半の間、自民党はゲアしましたけれども、民主党政権があまりにもひどかったので自民党にもう一度政権復帰が、してきた。そしてその時の原動力は安倍さんをもう一度ですね、総理にやってもらおうという、かなり岩盤保守の方々がですね、日本全国から湧き上がってきたわけですよね。で、そこで、自民党はかなり安定した政権を続けられることができたんですけれども、最後は、体調を崩しですね、またもや、途中で政権を降りることになってしまったわけですが、菅さんがその後引き継いでおられるんですけれども、コロナ対応をめぐってですね、非常に批判が高まっていますが、その裏にあるのはですね、今言いましたように、もともと安倍さんがこの10年近く安定した政権を築いてきた、ここをなんとかですね、傷をつけて穴を開けていこうという、そういう勢力がもう片っぽで、ずっとふつふつと、岩盤革新というんでしょうかね、これ、そういう人がいるんですね。で、それが今回のオリンピックを通じて、このマスコミ、左翼系のマスコミを通じて、また、ネット、での、情報拡散も含めてですね、そういう方々が、この絶対にオリンピックはやるべきでないと、コロナの、命とどちらが大事なんだと、ということをですね、訴えられてきたんですが、これは何度も言ってますけれども、コロナで日本は、人は、この超過死亡はなかったという事実。で、これは世界各国、日本ぐらいなんですよね。この先進、西側諸国の中で日本だけが、そういうふうに、結果的には、コロナの死亡者は少なくて済んでいるし、現在も変異株が、どんどん増えてきているのは事実ですけれども、治療を要する人々と、それから重症者、それから死亡者というのはですね、もちろん増えてはいますけれども、急激に増えて、この医療崩壊がしてしまうというような状況じゃありません。東京だけがですね、この医療機関の対応、
準備がですねうまくできていないために、なかなかすぐに入れない人が今出てきているようですけれども、これはワクチン接種と医療機関の、この医師会の方々の協力を受けてですね、療養型つまりホテルなどをですね療養施設として使ってもらうことができれば医療崩壊は私はありえないと思っています。まあ、この話はまた後でしますけれども、要するに今はですねこのコロナでオリンピックで上がったのは、何を言っても絶対に政権を貶めることをですね、徹底的にする。でそしてそれをオリンピック、そしてコロナというですねこういう事件を通じてですね、国民運動にしていこうという勢力があるということですよ。でこれは本当に歴然たる事実ですね。でこれが本当に目の前で出てきているわけです。しかし大半のですね国民はこういう方々に対してですね同意している人はほとんどいないと思いますよ。で常識的に考えても先進国の中でこれ日本だからオリンピックが開催できたと、他の国ではなかなかできなかったと思いますね。そしてそういうところにくしくも日本がですね復興五輪を目指していたんだけれども、これが復興五輪というよりもコロナ禍での五輪ということになってしまったと。でそしてそれをですね、しっかりと、最後まで、閉会まで遂げることができたのは私は大きな成果だと思っています。そして、この間ですねいろいろ明らかになってきた、今言ったように要するに日本の中で、コロナを通じてですね日本を、分断に追い込もうとしているですね、そういう勢力、これが歴然といるということがもうはっきりと、ね、分かってきたわけですから、ここをですねもう少し我々真剣に対処をしなければならないと思います。つまりいわゆる一般の、この市民という形でですね、その方々の意見、また専門家という名前でその方々の意見、またジャーナリズムという形でその方々の意見が言われているようですけれども、よって立つ、一番最後の目的が何かというと、要するに分断にあるわけですよ。分断にあるわけですね。でその分断を、させるために様々な論法を使っていると。で一つは人を不安にさせるということですね。人を不安にさせて、その今の、状況に対して、苛立ちを与えて、この政権に揺さぶりを加えていく、まあ、こういうことがたくさんあります。でもちろん政権に対する批判とかですね、そういうことももちろん大事なんですが、要は事実に基づいた議論をしてですね政策の決定をしていかなければならないということなんですが、この分断を目的にされている方々はですね、その事実であろうがなかろうが国民に不安を与えて、社会を、この分断しですね、崩壊させるのが、究極目標ですね。でそういうことですから、事実に基づかないことであっても平気でこれどん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 流していくわけですよ。特にマスコミのワイドショー系はですね、そういう思想的な背景があるかどうかよりもですね、マスコミの、もともとのですね、この商業マスコミですからね、結局視聴率と、これが発行部数というのがですね、自分たちの、このレゾンデートルですからね、存在理由になってますから、結局受け狙いということになってしまうということですね。で結果的にそのことによって社会が、どんどん分断されていく。で分断されて いく元を作ってるのは自分たちなんだけれども、そのことを横に置いてですね、社会が分断されてるじゃないか、どうするんだという話をまた進めていくというですね、本当にわけのわからないこういう論法が進んでいるんですが、今回のオリンピックでまさにそういうことが如実に出てきたと思います。でその背景になるのは一体何なのかということですけども、結局ですね私は、私の西田昌司チャンネルで、前回ですね、この林千勝さんの近衛文麿についてのですね本を紹介しましたけれども、大東亜戦争の時、それ以前からそうですけれども、要するに世界中でマルクス主義が、このロシア革命で広がっていって、その勢力というのがですね延々と続いてるんですね。
で、そしてこのマルクス主義の一番、マルクス・レーニン主義の一番、根本的なところはですよ、自分たちが絶対に正しい、だから、その正しい政治を実現するためには現行の政治をですね、この政権を奪取しなければならない。しかしそう簡単にできないから、どうしてやるかというと、まあ、革命なんですけれども、革命をするにはですね、社会を分断させる、で社会を、戦争や貧困や、まあ、そういうことを通じてですね、この分断させていく。でそこに乗じて今の政権を転覆させて革命政府を作り、そしてですね、自分たちが絶対的に正しいんですから、まあ、一党独裁でですね、つまり、強権的に、専制的に、正しいことをやっていけば世の中良くなるんだと、まあ、そういう思想なんですよね。で今出ている日本の中の話はですね、革命しようとか、マルクス・レーニン主義を表から上げる人はさすがに少なくなっていますよ。しかし今のこのコロナ禍のオリンピック、それについての報道なんかを見てるとですね、まさに、その裏にあるのは今私が言いましたように、かつての、大東亜戦争の時もそうだったけれども、完全に国家を転覆させるためには分断をさせる、国力を弱らせる、そのためにどうしていくかということをですね、平気でですね、その学者や、軍部やそういう方々がですね、やっていたわけですよ。その意味は何かというと、要するに、維新、革命と言ってもいいですけれどもね、昭和維新ということも含めて、これは軍部が思っていたことですよね。それから革命、これは、共産主義者が思っていたことですよね。どちらも、これ実は、根っこにあるのはですね、同じで、要するに、自分たちが絶対的に正しいから、正しいことを実現するためにはですね、社会を転覆させる、そのためには、戦争であったり貧困であったり、まあ、そういうありとあらゆる国民の不幸をですね、使うということが、実践の方法として示されているわけです。でそれが実際昭和の初めずっと続いてきて、最後日本は戦争ということに入っていったわけですけれども、今回のこのコロナ騒動、その中でのオリンピックを見てるとですね、まさにあの時代もこういうことが背景にあったのではないかということをですね、私に彷彿させる、まあ、そういうさまざまな報道、事態があったということです。皆さん方も、このオリンピック、この、それまでの報道、そしてしかしその一方で選手の皆さん方が大活躍をしていただいてですね、感動の、このオリンピックとなったわけですけれども、しかし、分断をしてさせるための報道があまりにも目に余ったんではないかと私は思っています。ぜひ、まあ、そういう意味で今回のオリンピックを見てみると、分断をさせるためにですね、コロナを使う勢力が明らかにこの日本国内に、多数となってきているんじゃないかと、そのことを非常に、心配し憂いているというのが私の、このオリンピック全体を見た感想であったということであります。皆さん方いかが感じられたでしょうか。ぜひ、よく私の申し上げたことを、考えていただきたいと思います。今日もご覧になっていただきましてありがとうございました。